ポニービルの住人たちよ、わざわざこのちっぽけな町に来てやったのだ。よく見るがいい、本当の夜のプリンセスの姿を。恐ろしいナイトメアムーンはもういない。今のわらわはお前たちに愛されて尊敬されたいだけなのだ。恐怖の夜を愉快でごちそうがいっぱいのお祭りに変えてやろうではないか。なんで？待って、みんな違う。もうわらわを怖がる必要はないのだ。わらわが聞きたいのは喜びの声なのだ。恐怖の悲鳴ではないぞ。おい蝶々、夜のプリンセスが来て嬉しくはないのか。どうしたというのだ。そうか、もうよい、勝手にしろ。わらわに構ってくれるな。見送りなどいらぬわ。地下にある洞窟だよ。昔欲張りなユニコーンがここの宝石を独り占めにしてたとか。今ではお前の牢屋さん叫んだって誰にも聞こえやしないよ。誰もお前を探しに来ちゃくれない。こんな洞窟今じゃ誰も知らないからね。私の計画を邪魔するやつを閉じ込めておくにはもってこいってわけさ。もちろんお前の兄さんのことさ。だったら私を捕まえてごらん。こっちだよ。ダメダメ、ほらこっち。教師になりたかった私にとって夢のシンボルです。私が教え子たちの才能を花開かせるという意味。お花が笑っているのは勉強している時のみんなの笑顔なんです。ではどうすればマークが現れるのか知っている人。はいはいはい、自分にとって特別なものを見つけた時現れます。そうね、ツイスト。みんなが他のポニーとは違う自分だけの特別な何かを見つけた時、初めてマークはお尻に現れます。でもその何かはいつわかるのでしょう。それは誰にもわかりません。そして何かを見つけるまでは決してマークは現れないのです。おお、愛しき者たちよ、久しぶりだな。太陽が拝みたくてたまらぬと見える。私が女王では嫌なのか。では私は誰だ。千年もの間封じ込められていた私には女王の資格がないとでも。伝説を知っているか、予兆を見たのか。これはこれはよく私を知っていたな。では私の目的はどうだ。今日でおしまいだよ。覚えておくがいい、この瞬間から夜が永遠に続くのだ。何かパターンがあるはずよ。この絵に共通することってなんだろう。ああ、これ肉食の動物ばかり。でも違うのはネズミ。サファイアは渡さないわ、アビサダル。ああ、またこれか。リュウサだわ。もがけばもがくほどロープがきつくなる。また今日も迷宮を征服した。いただいてくよ。せいぜいまた頑張んな、アビソトル。なんでそんなになっちゃったんだろう。この飾りバッチリだよね。大丈夫、レインボーダッシュ、私もなんか手伝おうか。おっと失礼。イエーイ、アップルジャック、フーフー。うん、困りましたね。犬の診察は得意ですし、蛇はもっと得意だけど、ドラゴンは見たことないんですよ。おお、よちよちいい子にして。そう、いい子よ。お座り。フォトフィニッシュ。この店でファッションスターの卵を見つけました。本当に？マジで。だからフォトフィニッシュ、彼女をエクエストリアで一番のスターにしてみせましょう。
じゃ、明日公園で撮影ね。スロイフラッタシャイ、さあ、奇跡を起こすです。萌えですね。くしゃみでさエレガントです。行って。どんな気分？ワクワク？感激？夢が叶ってゾクゾク？ビクビク。ビクビク？しっかりするですね。ギャラリーが文句垂れてもステージで誰も助けてくれないです。出番です。ゴー！